はい、やってました。スローイングドリル解説のワンレッグステップスロー編です。今回はこの3つの内容について解説をしていきたいと思います。で、1つ目ですね、まあ、さらに難易度を上げてというところですね。さらに難易度を上げます。2つ目はですね、体の使い方ですね。で、3つ目は動作解説、この3つについて解説をしていきたいと思います。で、早速1つ目移っていきましょう。さらに難易度を上げていったところですね、まあ、前回の動画ですね、ワンレッグスロー、こういったところの練習方法をお伝えしました。そこからですね、さらにもう一段階難易度を上げた実践につなげるための実践で力みなく安定させてボールを投げるための練習方法になります。で、そして何が大事かというと、まあ、ステップから全体重をしっかり支えましょう。まあ当たり前なんですけど、ステップして投げるときっていうのは、軸足の方に乗ってる体重をですね、前足、ステップ足に移動させた上で全体重をしっかり支えるっていうのがめちゃくちゃ大事になるんですね。そう、なので、しっかりとステップした状態で全体重を支えるっていうのを意識していきましょう。そう、その上ですね、まあ、例えばですね、前後左右のブレですね。そう、ただ前に移動するから前前後の動きだけじゃなくって、しっかり左右動きの中だったら、まあ、左右にもブレますよね。流れの中だったりとか、まあ、インステップしてるかしてないかどうかっていうのも関係してはくるんですけども、その前後だけじゃなくて、しっかり前後左右のブレに対してもしっかり対応できるようなバランス能力っていうのをボールを投げながらつけていきましょう。 OK ですね。はい、では2つ目ですね、体の使い方です。しっかりと全体重を乗せた状態で浮かせて、さらに荷重、もう一度体重を乗せて不安定な状態で支えるっていうのが大事ですね。全体重乗せた状態から浮かせて、しっかりと荷重、体重を乗せるってところが大事になります。ボールを投げるときに意識しなくてはいけないのは、どうしても不安定だからこそ腕で投げがちです。そう、腕で投げがちになるので、腕ではなくてしっかりと股関節、下半身の捻転、ねじれ動作をしっかり使った上でボールを投げていくってところを意識していきましょう。OK ですね。はい。で、3つ目ですね、動作解説ですね。今回は別の動画を使いながら解説をしていきたいと思いますので、で、こちらの動画をご覧ください。大事なのは分かったら、こういうふうにやってみる必要があるんだ、具体的なステップを理解することができますので、じゃあ実際にですね、早速やっていきましょう。